新生アマルジェスの第2ラウンド、チーム1のゴールゲッター牧がこの試合見せました。前半京都に1点を先制されるも何のその、後半17分絶妙のループシュートを決めてチームを同点に導くと、圧巻はロスタイム。水野からのクロスをドンピシャのタイミングで合わせて勝ち越しのゴール。牧の一人舞台でアマルジェス2連勝です。